23日、第105回全国高校野球選手権記念大会決勝宮城、仙台育英、神奈川、慶応。2連覇を狙う仙台育英か、107年ぶりの頂点を目指す慶応か、105回目の決勝を心待ちにしているプロ野球選手がいる、仙台育英から慶応大を経てプロ入りした。 北海道日本ハムファイターズの軍司祐也捕手25僕のための決勝みたいになった楽しみですと興奮を抑えきれない様子だ22日東北楽天ゴールデンイーグルス戦エスコンを前にした練習が終わると一瞬で報道陣に囲まれた今日は取材が殺到するだろうなと昨日から準備しておりました そう笑いながら、大粒の汗を拭った。千葉県出身で兄が慶応でプレーした、僕も小さい頃から塾高で野球をやりたかった。でも、まあ、入試で落ちてしまいましたから、親元を離れ、進学した仙台育英では強打の捕手として頭角を現し、2015年の第97回全国選手権大会では決勝まで進んだ。 小笠原新之助、中日を擁する東海大相模、神奈川に敗れたが、東北西初の優勝にあと一歩に迫った。だから、母校への思いは強い。浦和学院、埼玉、聖光学院、福島、履正社、大阪、花巻東、岩手、上村学園、鹿児島を破っての2年連続。の決勝進出に。 今大会もことごとく強いチームをはねのけて勝ち進んだエース格の投手が複数いて洗練されたチームですかといって仙台育英ばかりに肩入れもできない進学した境内では少年時代に憧れた慶応高と同じグレーのユニフォームで4年間プレーした慶応ってなかなか一貫のイメージがありますけど大学も含めて義塾としてやっている 一つの義塾なんで、だから僕にとっては両校の全員が後輩ですときっぱり決勝ではどちらを応援するのかそしてどちらの優勝を予想するのかそれを聞かれたらどうしようかと思っていました中立でお願いしますいろんな方面から何か反応が来そうなので笑みを浮かべながら 苦しい胸の内を明かし両校にエールを送った見ているそばにとっても最高のカード選手たちもすごく燃えていると思うんで決勝を盛り上げて一生懸命やってくれればいいなと思います軍事は19年秋のドラフト4位で中日ドラゴンズに入団し今年6月のトレードで日本ハムに移籍。 新庄監督から強打を買われて、一軍で活躍を続けている畑中健一郎、軍事選手の経歴。軍事優也1997年生まれ、千葉県出身。保守、180センチ、89キロ、宮城・仙台育英校。境内を経て2019年秋のドラフト4位で中日に入団。 今年6月、日本ハムにトレードで移籍した。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。僕も小さい頃から塾高で野球をやりたかった。でも、まあ、入試で落ちてしまいましたから。これを見ると憧れのチームと母校との天秤だからどちらも応援したくなるのはわかる。しかも2連覇か107年ぶりかと言われたらどちらも胸熱すぎる。 くんはとにかくいい会社に転職ご飯もおいしく人気の北海道に転居できて本当に良かったこのところの活躍素晴らしいですそれにしても東京六大学野球の三冠王も育成できない中日花巻東の佐々木くんを指名するとか絶対にやめてほしい日本で一番転勤したくない町にある弱いチーム あの星野千一さんも芦ア屋アに転居しました。育英野球部に対して母校愛がないんですね。きっと監督、チームメートに良い思い出がないのでしょう。普通、通った大学の付属高校より在学した野球部を応援すると思いますが、東北を元気にしてくれるのはイーグルスではなく仙台育英です。監督の人徳の差も感じられます。 頑張れいくえつかめ優勝2年連続の白河の関越へか107年ぶりの優勝かどちらにしてもいいから素晴らしい試合期待してますおいおい触発されて今夜郡司選手が2ホームランすげ郡司さんこれをきっかけに本物のレギュラーへ頑張れバイドラファン